自分のやれることだけやる。こんにちは、片付け大学学生捨て丸です。今回は ADHD の整理収納アドバイザーが自分の体験を踏まえて教える片付けられないを諦めないという本を紹介します。著者は西原美和さん。自身が注意欠如多動症という ADHD であり、片付けは大の苦手でした。ですが普通の人と同じように物事をこなせないんだとはっきり認識してからは、自分なりのやり方でやっていくしかないと思い、それまでのやり方を変えていきました。すると少しずつ散らかっていた部屋が綺麗になっていったといいます。早速本の内容に入っていきますが、まずは捨て丸今日の学びからです。今日の学び、片付けも仕事もできることしかやれない、何々でなければいけない、何々しなければいけないと思い込んで自分を苦しめるのはやめよう。片付けの方法をたくさん知っても結局実行できないという方もたくさんいますよね。当たり前に見えるかもしれませんが、部屋が片付く鍵はちょっとした心構えにあるような気がします。本書はできることだけやればいい、楽観的にいこうというスタンスです。そして片付けをやるまでのハードルを自分で高くしている方もいるのではと言います。原因は完璧主義やあれもやろうこれもやろうという思考。結局それに到達できそうにないということで一切片付けしなかったりします。心理的なハードルを下げて自分のペースで片付けができるには、やれることだけやる片付けが有効で、いろいろな方法を試して自分に合ったものだけ選べば大丈夫だそうです。いろいろな方法といっても本書に載っている方法はどれもハードルの低いものです。いくつか紹介しますね。イメージング。片付けの意欲すら湧かないときはイメージするだけ。片付けなんか焦ってやるものではないですからね。西原さんは例えば風通しのいい部屋で好きなお茶を飲みたいと想像してみたそうです。 ADHD だと想像するのが得意な方も多いのではないでしょうか。それを活かしてどんどんイメージだけしてみましょう。もちろんイメージだけでは部屋は片付きませんが、ここで重要なのは無理に片付けしなきゃと思いながらそれができない自分に精神的なダメージを与えないという効果があるのだと思います。また良いイメージが作れると片付けのスイッチが入るかもしれませんよね。もし片付けする気が少しでも起きたら、少しずつできる範囲で片付けをします。この際本書にある少しだけの片付けが便利です。タイマーを5分にセットして5分間片付けをします。西原さんが使っているのはアプリのタイマーで、声で時間を知らせてくれる声タイマーというもの。あと3分ですというふうに知らせてくれます。西原さんがこのタイマーを使うのは、タイマーをセットしても他のことをついやってしまうから。音声で時間を逐一知らせてくれるタイプだと片付けに集中できると言います。たった5分程度でもいろいろなことができます。例えば物を一つ捨てる。冷蔵庫にある賞味期限切れの食品やいらない書類を一つ捨てます。ハードルは低いですよね。またたった1箇所にあるものを1列に並べるだけ。あるいは1箇所だけを無にする。例えば部屋のある1箇所を何もないスペースにします。自分に合わない時間だなと思ったら10分でもいいですし、理想は10分、15分とちょっとずつ時間を伸ばしていければいいそうです。片付けの時間を伸ばせなくても5分片付けを続けるだけで大丈夫です。ただ1回5分程度でも何回も続けるとなると難しい人もいると思います。継続するための一つのコツは自分を褒めること。本書には片付けた後だけでなく、片付けしている時にも自分を褒めようと書かれています。片付け中に褒めることで、どうせまた散らかるといったネガティブな感情が消えやすいそうです。たった5分の片付けであっても自分を褒めてあげて、おやつや映画、音楽などをご褒美にしてください。片付けするということは褒められることです。また西原さんは洗濯したものを畳んでしまうことが一番苦手だったそうです。服をきちんと畳んで収納するのはハードルが高すぎるので、吊るすだけ、放り込むだけのやり方に変えました。服はハンガーに吊るしておく、靴下など吊るせないものはカゴに放り込むだけです。こうすることで洋服の管理にかかるストレスが激減したそうです。ではこれで本書の要約は終わりです。最後に捨て丸の心に残った言葉を紹介します。大切なのは行動のハードルを下げること。どうせやるならきちんとが先延ばしの原因になることもあります。ポイントはできることだけやればいいやという楽観的な思考です。以上、著者西原美和、片付けられないを諦めないの要約でした。この動画で紹介しきれなかった西原さんの苦悩、クライアントさんの苦悩を綴ったエピソードや ADHD や ASD などに対する臨床心理士さんのアドバイスなど、興味深い話が数多く載っています。興味のある方はぜひ読んでみてください。概要欄のリンクから購入が可能です。
片付け大学学生捨て丸がお送りしました。最後までご覧いただきありがとうございました。片付け大学では片付けに関する知識をこれからも短く分かりやすく発信していきます。皆さんのコメントが何よりの励みになりますので、どんな小さなことでもコメントしてくださいね。また今回の動画が少しでも役に立ったと思った方はグッドボタン高評価をお願いします。真面目な何でも屋さんエコエコの提供でお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。暮らしの困った何でもエコ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 迅速対応真面目な何でも屋さんエコエコで検索。